杉本ただし、杉本ただし、杉本ただし、1959年5月3日体は、静岡県寸東郡小山町出身の元プロ、野球選手、投手、左投げ左が、コーチ、解説者、地、娘は、アイドルグループリンクの杉本優さん。古典場西高校では、県内有数のサワン投手として知られたが、甲子園には出場できなかった。 夏の甲子園県予選3回戦で、袋井降を相手にノーヒットノーランを記録している。卒業後は、地元の大正和製紙へ入社。の都市大工では、後に、プロで同僚となる、大石智義、河合学器から、補強とバッテリーを組み、1回戦の引き分け再試合で、日本通運を完封。準々決勝でも先発し、日産自動車の名取和彦と投げ合うが赤敗。 翌の都市対抗では準々決勝で日本交換を完封、準決勝に進出し、兄弟チームの代表は聖地北海道との対戦を実現する。この試合では日本代表のエース竹本幸を新日本製鉄室蘭から補強と投げ合い3から2で競り勝った。決勝でも札幌とヨペットに対象。この大会で4勝を挙げチームの優勝に貢献。 最優秀選手の橋戸賞を受賞している。この時のチームメイトに、上川誠治、佐々木正幸らがいた。同年のドラフト会議で西武ライオンズから3位、指名され入団。初登板、対日本ハム戦をカンプルで飾ると、以降は先発ローテーションの一角として活躍。同年8月22日の対南海戦、上越市高田公園野球場では4イニング1。 3で降板したものの試合が6回で、コーンコールドとなり、西部が勝利し、公認野球規則10.17ビットコー勝利投手の規定の適用外となり5イニングを投げ切らないままで、勝利投手となった。同年7月31日の南海戦では、角田博光に満塁本塁打を打たれ、角田はこの本塁打で、同月16本目の本塁打で、当時の月間最多本塁打だった。 の中日ドラゴンズとの日本シリーズでは、第2戦、第5戦に先発するが、いずれも途中降板し勝敗はつかなかった。翌の読売ジャイアンツとの日本シリーズでも、第3戦、第6戦に先発。キャンプイン直前に、田尾康氏との交換トレードで、大石智義と共に、中日に移籍。12勝するも13敗起死している。翌に新監督の星野に開幕投手に、 指名され巨人戦に先発。吉村佐田賞、駒田徳博にホームランを打たれ、敗戦投手にはなったが13勝を挙げる。チームが優勝したは6勝6敗。1988年の日本シリーズ対西武戦では、古巣相手に第4戦で先発するが4回途中3、失で敗戦投手は3勝4敗に終わる。同年8月14日の 広島東洋カープ戦では、高橋義彦から、サヨナラ本塁打を打たれている。から当番が減り、途中に、山内和弘との交換トレードで、高島角と共に、西部時代の先輩、田淵光一が監督を務める大英遺跡。1993年は、当番なしに終わり戦力外通告を受け同年、限りで現役を引退。現役時代、 日本シリーズには先発で5回登板しているが、成績は0勝1敗に終わっている。5回以上先発して一度も勝ち投手になれなかったのは、北別府学ぶ高橋直樹に次いで3人目。中川光る郎によると、杉本は1982年の休援前に全波の監督、大沢慶治に懇願して、監督推薦でオールスターゲーム初出場を果たしたとされている。 1987年のオールスターゲームでは、石毛博則に散乱を打たれ、敗戦投手。引退後はに、RKB 毎日放送野球解説者からまで、大英二軍投手コーチから、西部一軍投手コーチ、ブルペンを務めた。から大英、ソフトバンク二軍投手コーチから一軍投手コーチを務めたが、2008年は特に、怪我者が多く投手陣が低迷し、 チーム防御率が1点近く悪化したこと、チーム防御率4点台は2004年以来4年ぶりが12年ぶりの最下位の一員とな、この年限りで解任された。救援防御率は4.42と低迷、12球団最下位だった。当時東北楽天ゴールデンイーグルスの監督だった野村克也は、杉本がマウンドに行くと、ホークスの投手はよく、ストレートを投げるから、 それを狙いと指示している。彼はダメコーチと告評していた。2007年5月31日、巨人との交流戦で、矢野健二に代打逆転満塁ホームランを打たれた際、評論家の豊田康光に、稚拙な投げ、投手の起用法もひどいし、指導力があるとは思えないと告評された。2009年からは、横浜ベイスターズの一軍投手コーチに就任したが、 前年同様セリーグ唯一の4点台となるチーム、防御率に低迷し1年で解任されたヒアンダ、被安打1326、ン本類打164、失点685、自責点612もリーグ再開。2010年からは前年優勝した、韓国プロ野球、キアタイガースの一軍投手コーチに就任したが、 チーム防御率は3.92位から4.39と低迷し7月23日付で2軍投資コーチに降格となり、チームも6位と低迷、1年で解任された。2011年、楽天編西部のスカウトに就任。2012年より西部の1軍投資コーチとして復帰。同年はチーム防御率5位と低迷した。2013年は救援防御率リーグ再開。 勝負どころの8月に、投手陣が、防御率5.23と崩れ、リーグワーストの基本類打数を記録している。2014年より、二軍投手コーチに配置転換された。同年10月2日に、来期の契約をしないことを通知された。彼は、文化放送の野球解説者、スポーツ日本の野球評論家となった。カは、楽天の一軍、二軍巡回投手コーチ。 一軍は再開に低迷し、10月5日に来期の契約をしないことを通知された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。